これで、武尊をかわして沖ノ井が2番手に上がってきた模様です。そしてその武尊が3番手、クロスはどうだったんでしょうか。インガーからクロスのマシーンは、そう、水色のあの石川芳雄のマシーンカラーリングということであれば、4番手クロスは変わらずです。さあ、あっという間に4コーナーから上り勾配、S 字を終えて、そしてハイポイントコーナーからレインボーコーナーへと消えていきました。松原達志がなんとかポールポジションから、スタートは竹平の方が良かったんですが、ポジションを守って今バックストレッチ下り勾配。さあ、後方ではサイドバイサイドマシンが横並び状態でポジションを争っています。ベームズコーナー、今馬の背を通過、そしてこの後は SP のインアウトということになります。なんとか松原がスタートに打って、まああのきっかけは良かったんですが、その後のその転がり始めが少し遅れたように見えましたね。松原聡、竹平の方は順調なスタートで、1コーナーその竹平をなんとかというところで松原が寄せていってギリギリ前に出たという形でした。逆にその後ろクロスが詰まった形で沖ノ井がアウト側からかぶせていったということです。さあ、バックストレート、いやーホームストレートに帰ってきました。トップは135車松原、そして2番手沖ノ井、3番手竹平、4番手クロス、渡辺圭介、小島、山口、加藤。さあ、1コーナー、今なんとかスリップを使ってというところでしたが、沖ノ井の後ろ竹平がピタリとつけてきていましたね。さあ、オープニングラップ、なんとかそのポールポジションのポジションを守ってですね、一番スタート位置の、トップ、そのポジションを守って松原聡がオープニングラップを制しました。2番手には沖ノ井博卓がやはり竹平をかわして順位を上げてきています。そして竹平が3番手、クロスは4番手、ポジション変わらず、渡辺圭介が5番手、6番手小島文武、7番手山口博明、8番手加藤博士、9番手湯浅、10番手に赤堀と続いています。さあ、まもなく馬乗せ、そして SP に向かいますが、沖ノ井の後ろ竹平がぴったりとつけていますね。この辺り今 SP のインアウトですが、この辺りからこの感覚でつけていくと、やはり最終コーナー上り勾配始まって、ホームストレートでスリップを使いながら1コーナーでという、もしかするといいチャンスがあるのかもしれません。まあ、ドライバーによってはスリップはなかなかね、横に並ぶぐらいまで、まあ、かわすことがっていう話を聞くドライバーもいれば、いや、あのスリップは使えますよというドライバーもいるんですが、さあ、スリップにつけたんでしょうか。ホームストレートに帰ってきたグランダスタンド前、ウォール側だ、イン側にピタリとつけている竹井はどうだ、ここでかわすことができるのか。1コーナーアウト側に振っていった、沖ノ井はそれをなんとかラインを潰していく。さあ、2番手争いが激しくなってきました。またまたここでチャンスを伺うように竹平が前の沖ノ井。さあ、3コーナーから4コーナー、少しその後ろクロスとの差が開いてきました。まあ、前がやり合っている間にクロスはちょっと様子を見ているようなところもあるんでしょうか。でもクロスの話であるとですね、昨シーズンはシリーズチャンピオンを取ったんですが、今回は石川芳雄の代役、まあ、ポンと出てきてね、今シーズンすぐに勝てるようなとこでもないですね、難しいですよという話はしていました。今4番手走行、カーナンバーは440のクロス総一、少しその差が開いてきました。バックストレッチ、そして逆にその2番手沖ノ井と竹平がポジション争いをしていると、前を行く松原はどんどんと逃げやすくなります。松原は45ポイントを今持っていて、優勝すれば65ポイント、全くもってチャンピオンに一番近い男。松原が3位になれば沖ノ井優勝でチャンスが広がります。もう
竹平としてはなんとかね沖ノ井をかわしてシリーズチャンピオンということではない竹平、しかしその松原を捉えてもう一騎打ちをしたいところだと思うんですが、さあホームスレッドが、スリップにつけて1コーナーアウトに回していった、どうでしょう竹平、ここでクロスライン気味に取っていけるのか、どうでしょう、ピタリとつけていく、2コーナーはどうだ。沖ノ井はさすがにね経験者ですよね、まあ、元々は関東でのシリーズチャンピオンを取った沖ノ井ですが、ここを東北シリーズにもエントリーをしてきて、スゴはもう知り尽くしているといったところ、ラインはなかなか譲らないです。こうなると本当に前を行く松原が、今ね、それほど頑張って、後方をちぎっていかなくてもいいんですよね。後ろが勝手にやり合ってくれていれば、今タイヤを温存しながら、自分のペースで走ることができる。中盤から後半にはとても楽な展開に持ち込めていけるようになるでしょうね、松原が。逆になんとか、沖ノ井はかわしたい3番手の竹平、または沖ノ井は沖ノ井でそこは譲れないといったところ。沖ノ井はでも2位で53ポイント、チャンピオンには届かないんですが、まあなんとか意地のね2位。おっと今白煙が上がっている、これは松原ですか、それとも2番手の沖ノ井でしょうか、松原ですか。馬の背からちょうど出てきたアウト側、まあちょうどね、グラベルに差し掛かるところ、あの芝生のところがめくれていて、よく砂煙が上がるところなんですが、そこで松原のマシン左サイド、ちょっと今砂煙が出ましたが、やはりその間隔が少し縮まってきたように思います。先ほどはトップ松原と沖ノ井の差は、1秒2です。さあコントロールライン今通過をしていきます。松原トップ2番手、さあどうでしょう、ここはかなりその差が縮まってきているように見えます、コンマ9。さあやはり先ほどのワンピースでしょうか、ぐーっと松原の後ろに沖ノ井、そして竹色のマシンが近づいてきているように見えますが、どうでしょう。そしてその後ろは少し間隔が開いています。竹平とクロスの差は3秒ほどありますか。クロスはどうしてもここは塞いでしまっているような形、4番手以降その後ろに、渡辺圭介、小島が詰まっているようなそんな感じですね。さあ周回数が4周目を終えて5周です。5周目です。10周での決勝レース、さあ折り返しといったところ、今最後方でしょうか、851号車岩田のマシンがコントロールラインを通過していきました。岩田のマシンは板車なんですけどもね、キャラクターはね空の落とし物っていうアニメです。はい、その中に出てくるゼータっていう名前を使っています。この車両全部自分でね書いて貼ったんですって、うん、このアニメのねキャラクターの絵をすごいですよね。まあ、今回初めての出動ということでちょっと緊張してますなんていう話をしていましたが、こんな風に、経験を持つドライバーたちの中でもですね、初参戦、または初出動なんていうねドライバーも一緒にレースをしていてですね、腕前を上げていくわけです。ピッチです。さあ 10% の上り勾配、ホームストレートに帰ってきました。さあここでは先ほどはコンマ9まで差が縮まったところだったんですが、ここではまた少し開いて1秒3まで開いてきました。さあなんとかラインを潰していきたいところですが、沖ノ井がなんとか踏ん張って竹平をまだ前に行かせません。まあシリーズチャンピオンのことを考えればですね、松原をそうやすやすと生かしたくないところはあるので、竹平がなんとかというふうにも思うんですが、まあそうさせるとやっぱり2位表彰台からその先を目指していく沖ノ井といったところで、竹平を前に行かせるわけにはいけない、走行ラインをしっかりと守っていきます沖ノ井博隆。まあ本当はねこうしているとですね、どんどん松原逃げていきますからね。さあこれで折り返し5周目を終えて6周目へと入っていっています。ガズーレーシングネッツカットビッツレース2015東北シリーズの最終戦。まあこうなるともう松原が濃厚なんでしょうかねなんていうところですが、さあ
その後ろ竹平がまだまだ頑張っていく。名物コーナー馬乗せコーナーでぴったりとつけていく。次ちょっと面白そうですね。ここから SP インアウト、最終コーナースリップにつけてホームストレートという瞬間、1コーナーでのオーバーゼクシーが見れるのかなというふうに思うんですが、沖縄がそれをどういうふうにリカバーしていくか。ぴったりとつけている竹平、F3 までのね、フォーミュラカーの経験を持つ、そんなドライバーです。最終コーナー立ち上がってくる竹平が、沖縄の後ろぴったりとつけてくる。さあ、スリップ、今まででは一番後ろにピタピタとつけてくる、ウォール側。さあ、どうでしょうか。早めにここで横に並ぶことができるのか、出すことができるのか、竹平、どうでしょう。ここは、今アウトに振っていった、1コーナー。クロスラインを狙っていくか、沖縄は外側に膨らまないように、2コーナー。いやー、これではいけない。やはりね、スリップを使い切ることまではできないんですよというドライバーたちの声が、まあ強いのかなというふうにも感じますが、さあ、その後ろ、先ほどからクロスがね、4番手以降塞いじゃってるような形っていう話を言っていたんですが、そのクロスのマシーンの後ろ、渡辺圭介、そして小島ですね、もう3台がずっとこのパッケージで走行を続けています。ここまでで一番最速は竹平がやはり 169.014 キロというスピードを出しています。ねえ、竹平がやはり前を行く沖縄をかわせずにといったちょっとイラつきがの習慣が続いているんですが、さあ、ここは馬乗せのブレーキングでも今ね、なんとかという竹平のレイトブレーキング頑張っている姿が映像にはあるんですが、さあ、その馬の足を立ち上がってきて SP インアウト、周回数は6周目を終えて7周目。先ほどコントロールライン上では松原が1秒885まで沖ノ井2番手を引き離しています。一旦ね、馬の足のそのターン出口のところで砂煙を上げた時にはね、ワンミスがあって松原がコンマ9まで後ろからこう迫られたシーンはあったんですが、さあ、どうでしょう。沖縄がちょっとミスってまたさらにビダルでつけているウォール側ホームストレート、どうでしょう。竹平、1コーナーかわすことができるのか、ぐーっと迫っていく、アウト側に振っていった、先ほどよりは少し早い展開か。さあ、アウトからぐーっと回し込んで、ここはクロスラインではなくアウト側から振っていった。ちょっと今沖縄もびっくりしたんじゃないでしょうかね。クロスラインで来るのかと思わせておいてアウト側から回していきました。竹平、いろんな手を使ってきます。今までで一番ウォール側に持っていってビタリとつけていきながらスリップを使ってアウト側に1コーナー手前出していったんですが、なんとかなんとか竹平、前を行く沖縄をかましていきたいところです。さあ、その後ろ、やはりまだまだクロス総一がですね、渡辺、小島を従えて3台のパッケージで綺麗に走行を繰り返しています。そしてその後方は7番手には山口、8番手には加藤博士、9番手は赤堀です。赤堀は赤い車の赤堀を応援してくださいというコメントがあります。その後ろ10番手は湯浅、11番手は高橋、12番手山川俊弘、13番手には横田健一郎、14番手には岩田という順位です。さあ、 SP のインアウトに向かう、まずは松原、そして沖ノ井が先ほども最終コーナー手前でちょっとミスっているんですよね。竹平はちょっとラインを変えて入ってきました。 SP のアウト、イン側からいろいろな手を使ってきます。竹平、そしてまたまたピタリとつけてくる。その前に今松原がコントロールラインを通過して8周目を終えて9周目。さあ、ピタリとつけているウォール側、どうでしょう。ここは我慢をして我慢をしてアウト側に振り出していった。ここは外から回していく、竹平が外から回していってかわそうとするが、ここはまたまたラインを潰していきました。沖ノ井は最終コーナー手前でちょっとアウト側にラインを取っていくんではなくて、はらんでしまうところが出ているのを、なんとか竹平は SP のアウト側から
ラインを変えて作戦をこう考えてるんですけどもね、なかなか捉えきるとこまでいかない1コーナー。まだまだでも竹平は諦めていません。さあ周回数が8周目を終えて9周目、その竹平がここまでで最速のスピード 169.811 ねえ、このビッツで170キロ出すんですね。そして、ファステストラップ、ベストラップは1分49秒333で松原、これはもう悠々走行している中なんですが、さあどうでしょう、馬の手で並びかけている。ここで変わりました、変わった。竹浦が前です、沖縄を捉えました。ここで捉えていった SP のイン手前、珍しいですね。ここで捉えていったのは馬の手の出口でちょっとワンミスがあったのか、沖縄を捉えました。竹浦が捉えて、さあ最終コーナーから立ち上がってきます。前半戦闘の上り勾配、いやーしかし今トップの松原がホームストレートに帰ってきて、コントロールラインを通過、これで9周目を終えて10周目ファイナルラップへ入っていきました。となると竹平がここで2番手にやっと上がってきたが、周回数が足りないか。これではね、でも沖縄もいい踏ん張りを見せて、竹浦も果敢に攻めていきました。2番手争い、さあ各車両がコントロールラインを通過していきます。ファイナルラップ、ファイナルラップ一つ手前、9周目の馬の背の立ち上がりから SP のインにかけて竹平が並びかけてかわしていきました。2番手に浮上、そして3番手が沖の井、4番手クロスがまだ後方渡辺小島を従えて走行していきます。踏ん張っています。さあコントロールライン上では3秒512の差を開いて、松原がトップ快走、チャンピオンに向けてのもうほぼもうウィニングラン的なところですよね。後方やはりあれだけやり合えば松原は本当に楽になってしまった展開だったかなというところです。さあ SP のインからアウト、最終コーナーへ抜けてトップで松原聡のマシン、その後ろ竹平がかわした沖の井を従えてというところになります。最終コーナー、さあ立ち上がってくるグランドスタンド前、ホームストレートに帰ってきます。皆さん大きな拍手を。松原がトップでチェッカーを間もなく受けるシーンです。さあゴール側に寄せていって135車松原聡がトップチェッカー、2番手には竹浦涼介、3番手沖ノ井博隆、4番手には445車ライトグリーンのカラーリングがクロス総一ですが、渡辺圭介、小島文武を従えてチェッカーでフラッグを受けてきます。4番手、5番手、6番手、そして37号車は山口、35号車は加藤です。こちらが7番手、8番手赤堀、湯浅、高橋、山川、そして横田健一郎、ということでもう1台は岩田ということになりますが、ガズーレーシングネッツカップビッツレース2015東北シリーズの第3戦最終戦が今チェッカードフラッグを全てのマシンが受けて終了となりました。